ジかよ、車に爆弾が仕掛けられましたよ。どうもシュンズ TV です。前回の動画見てくれた人わかると思うんですけども、シュンズ TV に来たマリオとルイージがとってもいい心になってくれました。そしてその2人はもうすでに旅に出てしまったので、今トイストーリールームにはいないんですけども、とりあえず今からカメラを持ってトイストーリールームに入っていきたいと思います。チャンネル登録してくれるの待ちきれないよ。さてトイストーリールームの前まで来ましたよ。平和な平和なトイストーリールームですね。おもちゃの皆さん、おはようござい、ま、これは一体何をやってるんですか？なんかみんなですごいなんか箱の中開けたりとかいろいろやってますけども、これは一体どういうことなんですか？フルティの帽子が盗まれた。我々はみんなで探している。フルティの帽子探し。そうなんだ。そうか、ウッディの帽子がなくなっちゃったんだね。だからみんなで一生懸命ウッディの帽子を探してくれている最中だったんですね。いやー、優秀な仲間たちですね。みんなでこうやってウッディの帽子を探してて、それにしてもウッディの帽子本当にどこ行っちゃったんでしょうね。あー、くっそー、ウッディの帽子みんなで一生懸命探してくれているんですけど、全然見つかる様子がないじゃないですか。シュンス TV、 シュンス TV、ポリスステンチ、一体ポリスステンチどうしたんですか？シュンス TV、 こういう時こそ警察の出番です。そしてこんな時名探偵のコナン君がいてくれたら最高なんですけどね。確かにコナン君こういう時いたらもう速攻で帽子見つかるでしょうけども、ああ、そうだ、ダメ元でやってみましょうか。うまくいくかどうかわからないですけども、ジェニーちゃんお願いします。今から名探偵コナン君を瞬間移動でここに連れてきてください。お願いします。いやー、行きました。いやー、来てくれるかな、ちょっと心配ですけども、コナン君いたら一発で見つかるでしょうからね。いやー、果たしてどうなんでしょう。コナン君、よかった、また来てくれたんだ、本当にありがとう。ちょっとポリスセンチ、あのウッディの帽子なくなっちゃったよね。名探偵コナンの推理だったらどんな感じ？ああ、なるほど、名探偵コナン君さすがです。一瞬でひらめいてしまったそうです。どういうこと、ウッディの帽子はどこにあるの？シュンさん、今現在部屋を見渡してみてください。部屋を見渡す？それがヒントなんだね。一体どういうこと？部屋を見渡しましたけども、コナン君曰く足りないです。おもちゃが足りないです。おもちゃが足りない？そうか、いないおもちゃがいるってこと？どこだ、一体誰だ？ん？ちょっと待って、もしかしてダッキーとバニーじゃないかな？その通りです。コナン君曰くダッキーとバニーがいません。そしてダッキーとバニーが好んで隠れそうな場所はすなわちあっちのタンスの裏です。なるほど、コナン君の推理は早いな。こっちのタンスの裏にダッキーとバニーがいるかもしれ…おお、ダッキーとバニー、こんなとこで何やってんの？いやー、ちょうどさ、今俺たちでどっちの方がウッディの帽子似合うかやってたんだよ。そしたらみんなが帽子探し始めたからさ、面白くてずっと隠れてたんだ。まったく、もうポリスステンチ、コナン君の推理は一瞬でしたね。さすがですね。はい、さすがコナン君です。ダッキーとバニー、早く出てきてくださいね。そしてコナン君、今日も名推理をありがとうございます。本当だよコナン君、さすがだね。いやー、みんなよかった、おもちゃたち、ウッディの帽子見つかりましたよ。ダッキーとバニーが隠れて持っていました。よろしくお願いします。いやー、コナン君のおかげでウッディの帽子がなくなりましたけど、すぐに見つかりました。これでね、またコナン君はどこかに行ってしまうと思います。電話だ、誰だろう、こんな時に。ちょっと出てみますね。もしもし。おい、シュンズ TV の電話で合ってるか？博士、一体どうしたんですか？よかった、いいか、お前の未来がかかってる。お前の車が爆発寸前なんだ。今すぐ車を見に行け。いや博士、どうせあなた怪盗キッドでしょ、同じ手には乗りませんよ。おい、何を寝ぼけたこと言ってるんだ。お前の車が爆発してトイストーリールームごと吹っ飛んでしまうぞ。すぐに見に行け。ち
ちょっと、わかりました。ちょっとすぐに行ってみたいと思います。どういうこと、どういうこと、本当なのかな、これ。あ、そうだ、コナン君に聞いてみましょう。コナン君、コナン君、未来から博士って名乗る男の人から電話来ました。これって怪盗キッドの可能性ありますかね。あ、そうだ、ポリスセンチ、コナン君は何て言ってますか、教えてください。いいえ、コナン君は怪盗キッドではないと言っています。予告状も出していないのにそんな電話してくるはずがない。本当に爆弾が仕掛けられてるんです、シュンズ TV の車にね。マジで本当に爆弾が仕掛けられてるって、ちょっとやばい、ちょっと今すぐ見てきますね。いや、マジか、ちょっと怖いな。爆弾なんて私触ったことないですからね。どこだろう。だいたいこういう時って車の下に仕掛けられてたりとかするんですよね。ちょっと待ってください。何この音、聞こえます？シューって。ちょっと待って、これがもしかして爆弾ってこと？やばい、これは完全にやばいです。ちょっと皆さん、とりあえず音が聞こえたので車に爆弾が仕掛けられてることは間違いないみたいです。とにかくちょっと今日はコナン君がいるので、今からトイストーリールームに行ってコナン君に相談してみたいと思います。いやちょっと本当に音的にあれちょっとやばいですよ。皆さん、おもちゃの皆さん、本当に車に爆弾が仕掛けられてたかもしれません。なんか音が聞こえてきて、あ、そうだ、コナン君、あれコナン君はシュンス TV、 コナン君はシュンさんが車の様子を見に行くのを後ろからついて行ってましたよ。マジかよ、コナン君すげえな、気づかなかった、後ろからついて、ああ、戻ってきてた、そうか、じゃあコナン君も一緒に見てくれたんだね。あれって本当に爆弾なのかな。ああ、そうだ、教えてください、コナン君はなんて言ってますか。はい、シュンス TV、コナン君曰く、あれは確かに爆弾で、今からあと10分以内に爆発するそうです。マジかよ、車に爆弾が仕掛けられて、しかも10分以内に爆発って。そしてコナン君はこう言ってます。爆弾を解体してくれる人に電話したからもう大丈夫とね。爆弾を解体してくれる人に電話？マジで？コナン君は警察との関わりとかもいろいろありますからね。爆弾を解体してくれる人って一体誰なんでしょう？私はちょっとワクワクドキドキするんですけども、でもとりあえずあと10分以内に爆発です。あの車の下に爆弾が仕掛けられて、そして爆発したら多分このトイストーリールームも吹っ飛んでしまうと思います。早く爆弾を解体してくれないと一体誰が来てくれるんでしょうね。おー、今のジェニーちゃんのスクリーンロケーションってもしかして爆弾を解体してくれる人？なんか今人が明らかに映ってましたよね。とりあえずコナン君を信じて、そしてその爆弾を解体してくれる人を信じて、僕はただ待ちたいと思います。ちょっとコナン君、もう心配だよ心配。あれから少し時間経ちましたけども、ああそうだ、もう心配だから私ちょっと今から車のところ見に行ってきますね。車のところ、シュンス TV、ダメだ、言っちゃダメだ。そう、コナン君が言ってますよ。なんでコナン君言っちゃダメなの？はい、コナン君曰く爆弾が仕掛けられてて危ないので、ここはもうプロに任せよう、そう言っていますよ。マジか、さっきジェニーちゃんがスクリーンロケーションで映してくれたよね。あれがきっとプロなんだね。はい、その通りです。コナン君が信頼を置いています。爆弾の解体はあの人に任せようとね。そうか、でもあとどれぐらいかかるんだろう。ノックの音が聞こえましたけども、シュンス TV、コナン君曰くどうやらその爆弾の解体が終わったそうです。そうなんだ。皆さん、車に仕掛けられてた爆弾を解体してくれたみたいで、そしてそれが終わったみたいなので、とりあえずちょっとドアを開けてみたいと思います。いやー、よかった、爆弾の解体なんてすごい大変だったのに。一体どんな人なんでしょう、開けてみましょうか。よいしょ、ちょっと待ってください。この人ってなんか見たことありますけども、これがコナン君が電話して言ってくれた爆弾を解体してくれた人なんですか？コナン君、この人一体誰なんですか？はい、コナン君曰く公安警察のアムロさんだと言っています。あ
安室さん、ちょっと待ってください。公安警察ってことは。はい、その通りです。私と同じ警察官です。でも公安なのでちょっと部署が全然違いますけども、私からしたら頭の上がらない存在、素晴らしい人です。マジかよ。公安警察の安室さん、爆弾を解体してくれて本当にありがとう。いや、本当に良かったですよ。公安警察の安室さんが一生懸命私の車に仕掛けられている爆弾を解体してくれました。コナン君のおかげでなんとか助かりました。それにしても誰が一体爆弾を仕掛けたんでしょう。それが一体謎なんですけども、危険な組織にもしかしたらシュンズ TV は狙われてるかもしれません。ちょっとこれから先もちゃんと気をつけたいと思いますので、それでは皆さん、またお会いしましょう。さようなら。まさか車に本物の爆弾が仕掛けられていたとは、私もさすがにびっくりした。シュンさん、ザーグの質問コーナーはいつまでしますか？確かにシュンさんはそろそろザーグの質問コーナーを終わりにすると言っていた。私はまだまだやりたいんだが、これを見てる奴ら、次は誰の質問コーナーにしてほしいか、ぜひコメント欄に書いてほしい。そしてチャンネル登録と高評価を押すんだ。高評価は我々のバッテリーになる。そしてチャンネル登録したやつは我々の仲間、その他は敵だ。さあ降伏しろ。